この前、星空をテーマに絵を描こうとしたのだが、都会では難しいな。大きな公園とかなら見やすいけど、夜の公園ってちょっと不気味だよね。うん、確かにね。夜はなんか行きづらいよね。月島のもんじゃ食ったことあるか？本場の味はやっぱちげえんだよな。全国でも有名だよね。場所柄仕入れがいいのかな。うん、美味しいんだ。いいね。さあ、見えてるターゲットはこれで最後ですね。これは誰だ。ねえ、源奈緒。妹さん、ああ、そっか。妹さんを傷つけちゃって、自分も、の死を願ってる。うん。覚悟決まった顔してる。ジョーカー。はい。じゃあ行こうか。待ってたんだ。いいえ。うん。そう、殺しに来たわけではないんだよ。はあ？うん、憎い。あいつがいなかったら僕は高校だって大学院だって自由に行ける。自分を犠牲にしてでも守りたいって気持ちもある。あー、そっか、思っちゃいけないけどどっかで思っちゃうんだ。で、そういう自分も嫌だからっていうね。うん、幸せになってほしいのが本当の気持ち。うわー、いろんな気持ちぐちゃぐちゃなってるね。ペルソナの義経だったと思うんですけどね。だから源なんだ。うん、こいつは物理特化だと思うんですよね。銃は大丈夫だったかな。大丈夫だ。発想飛び。ちょっと危ない。こっちも大技で。ちょっと待って、これやばいな。モールガナに全体回復してもらって、とりあえず防御アップつけとこうか。いいものありました。で、モナは全体回復してもらって、で、ユウスケはちょっと合わないかもね。で、ランダマイザー、物理無効とかあるかな。誰もない。ないな、物理対策のペルソナが。マジか。なんか、じゃあランダマイザーをかけて。ね、氷を見とこうか。うん。チャージ。ガード職か。ガード職？発想飛びつかれたらちょっとまたしんどいよね。ガード職か。僕が相手をしてやる。で、ユウスケも、ガード。行くぞ。ちょっと待って。もったいない、ここでリベリオン。
マジかよ、すぐ使ってこないんだ。チャージの後楽になったら防御力が下がってんだよね。準備に時間かけすぎでしょうよ。マガードしといて。で、何してくんの？で、発想飛びか。霞がだいぶ危ないな。結構ギリなんですよね。で、2人見ようか。回復はモナにやってもらって。うーわー、危な。感謝する。ありがとうございます。僕が愛をしてやる。で、ランダマイザーかけて。全然話が進まないな。運が悪い。ツイントが進まないね。で、メンバー変えようか。炎、フォックス、一旦引く。頑張るか。どうだ。で、また君は何様だよ。一旦置いとこうか。とか言ってたら次のターンで使ってくるんだよね。で、そうか、この人もちょっとダメだね。竹地君に変えようか。僕が出よう。うん。で、モナは我が決意の証を見よう。そうね、 SP 残しとこうか。回復役だ、回復役なんでね。僕が相手をしてやる。で、主人公は雷、どうだ、しびれてくんないかな。反射、マジか。結構多いね。アギライン。レジスト。ああ、なんとなく分かってきたね。行動パターンはなんとなく分かった。で、次のターンでマハラ君出してくるでしょ。で、次で、あれか。ああ、どうしようかな。思考もまだ体力は使いたくないね。まだ決まらないのか。ちょっと待って、これ全然なんか減らないな、体力。強い相手ね。祝福は無効だから気をつけて。どうしたらいいんだ。一回風使ってみようか。風、強い相手ね。あとは無効だから気をつけて。粘土とアトミック、いただいていく。どうしようか。一旦銃撃っとこうか。まあまあね。でマハラ君が無駄なことを。黒、防御力低下中。まあガードしましょうか。次来るんでね。ガード。防御力が下がってるよ。で、ガード。危ない。お、うまっ。僕が相手をしてやる。ありがたい。強い相手ね。祝福は無効だから気をつけて。で、結局弱点ないんだよね。ランダマイザー使っといて。これでいいだろ。明智くんがいるとランダマイザーが使えるんで、ね、防御力が下がってる。そこは助かる。で、こっちもアイテム使おうか。力向上違うな。羅刹の札。ノックアショー。必殺のクルトラ。今すごい上がってんじゃない？ファンサ、防御力が下がってるよ。うん。どうする？一番強いやつでいこうか。あ、これでいこうか。一番強いわけでもないんですけど、ハイブースターがあって、まあ、ハガールダインで、魔力が61名。一番強いのは、ディオニソスなんですけど、雷は反射してくるんで、向こうがね。それでいこうか。大丈夫だよ。
大丈夫だよ。オッケーオッケー。はい。外した？うわ、マジ？そこで外す？マジか。アギダインは刺さんないけど。マジか。ネギドラ。ね、カーゼ。いいね。で、主人公どうだ、まだ残ってる、残ってんね。じゃあもう一回。あー、いや残ってないね。で、ハイテンション使ってみようか。味方全体が。これ何気にめちゃくちゃ強いと思うんだけど、ね、いいトライさ。ちょっと待って、さっき使わなかったよね。さて、これでいいだろ。ジョーカー、これボール力も下がってる。もうちょい。これだ、ボール力が下がってるよ。いや、風いただいてる。オーケー。そっか、思い出したみたいですね。いや強かった。具合はどう？うん、ね、辛かったよね。でも思い込んでたんじゃないんだ。今まで妹のことを邪魔に思う気持ちをずっと否定してきた。それは必死に否定すればするほど膨れ上がって化け物みたいになっていった。未熟だったよ。でも今はそれが素直に認められる気がする。もしかして、ん、ああ、そっか、改心したけどいいのかな。でも妹が好きなことも本当、憎いけど好き。うん、そうだね、助けてほしくて怪盗団に依頼を出したんだよね。うん、怪我をさせた妹とはもう一緒にいられないだろうけど。ああ、そっか。礼を言わせてくれ。でしょうね。でもそれが本当の気持ちなんですよね。だから今後は距離感、まあ難しいかもしれないけど、一緒には過ごせなくても、そのね、兄弟として一緒に生きていける方向をね、探っていってもらえればいいと思うんですけどね。さあ、やることやったよね。はい、じゃあ帰ってきたんですけど、スタンプ集めがまだ終わってないんで、あと15個。結構あるな。これ集めたら帰りましょうかということで。はい。はい。スタンプ集めたんで帰りましょうかと。で、使ってきたんで、経験値は2倍になったね。お金も2倍で、アイテム11個。いいね。じゃあ帰ろうか。どうする？うん。花も使ったしね。もういいね。認知指令室。おう。うん。仲間は大事にしろよ。はい。うん。有原かえちゃんに書き込んでた。ああ、そっか。うん。女
本当のことを話して、まずはお金とかを返してるみたい。うん、ああそっか、学校辞めたとか事件を起こした人の償いは難しいだろうけど、そうね、うん、まあでも被害者はもう増えないよね。今回の事件で鴨志田のことを思い出した。うん、そうね、うん、あー似たような感じだったっていうことかな。鴨志田ってモテてたのどうだろうね。まあはい、うん、いえいえ、あんらしかった。うん、うん、安藤のが嬉しそうでよかったぜ。あの笑顔が見れただけで我が輩幸せだうん、まあこれは言わなくてもいいんですけど、我が輩は、あ、見えるんだよね。はい、かいちゃんに母親の書き込み来た。あー、これ全部来んのかな、6人分あるけど。はい、娘が自分のスマホを使って連投してることに気づいた。うん、あー、それについて謝って、これから遊園地。うん。そうね。娘さんも一安心。ね、抱きしめたいって言ってたもんね。あー、そっか。だから双葉なんだ。なるほどね。母親と娘っていう、なんだっけ、メメントス案件だと思うね。はあ、うん、ね、双葉のおかげ。ただのいたずらだって放置してたら母子ともにやばいことになってたかもしれない。うん、うん、そうね、 SOS を見逃さなかった双葉の優しさがあの親子を救った。いいねこれ全部来るね。殺して、ああ、言ってた依頼。お兄さんだよね。うん。あの兄弟、本当は離れ離れになる予定だったんだけど、妹さんがすごく嫌がって、あ、そうなんだ。なしになった。お兄さんのことは少し怖いけど、好きなのも本当だって。おい。うん。ああ、兄弟で同じこと考えてた。これからは大人の手も借りながら二人で支え合って暮らす。まあそうだよね、余裕がなかったっていうのが一番原因なのかな。感動しちゃった泣いてる？まあね、そうね、妹好きっていう気持ちも本当であったんだよね。だったらまあ乗り越えていけるよなって。うん、さあ、誰だ、これ誰だっけ誠が担当じゃないけど担当してたリクエストあったっけ。あー、今のだよね。その自分を殺してくれって言ってた。お姉ちゃんと私、彼と妹さん。あー、境遇が似ていたから。そうだよね、誠も、お母さんの死因って聞いたっけ？わかんないけど、お父さんが亡くなって、お姉さんのね、サエさんが全部やんなきゃいけないってなって、そこが似てたんだよね。そうね、まあいろんな感情があっていいよね。我が輩にとっても興味深い依頼だったぜ。うん、で以上か。はい、ね、
すごい力。奥っていうか上ね、下に行ってそこから上に上がったよね。インドア派にはきついぞ、きついぞい。王道ですけど足の疲労にはストレッチがいいですよ。すげえ、帰りに練習行くんだって。うん。はいはい。まあ口は悪いけど変なことは言ってないからね。うん、ね、頑張りすぎんのもダメだぞっていうね。あー買ったよね。能力も分かればいいのにね、買うときに。買ってからしか分かんないっていうね。七転び八起き。あった。あー、ん？異常を瞬時に回復する。あ、変えちゃった。変えちゃった。あー、状態異常回復の必要ターンが1ターンになる。いいね。何食らっても次のターンで回復するんだ。あ、これいいね。え、いいんじゃない？普通に使えるんだけど。あー、まあボス戦とかで置いとこうか。置いとこう。使おうか。はい。ということで、じゃあ今回はこれで以上です。メメントスでいろいろやって、パレスの道が多分通れるようになってんだよね。で、そうっすね。まあ、続けた防具どうだったか。状況がね。メメントスでは、一個前のパレスの、あれしか、続けた防具しか取れないんで、積極的に狙いはしなかったんですけど、まあ、装備整ってないメンバーとかいるかもしれないんで、もう一回ちょっと選択していこうかな。パレスにね。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。